中広角怪獣バザンガ、身長51メートル、体重2万6000トン。第2話、スカードを作った男に登場、深海怪獣ゲイドス。身長50メートル、体重2万トン。第3話、その名はアースガロンに登場、甲虫怪獣タカヌラ。身長60メートル、体重5万トン。第4話、エミ、戦うエリーに登場、軟体怪獣レビーラ。身長0から55メートル、体重0から3万トン。以上、4体の新たなる怪獣がテレビ東京にて、7月に放送されるウルトラマンブレイザーに登場いたします。今ここに揃った見たこともない怪獣や宇宙人たちの他にも、まだまだたくさんの怪獣たちが新番組ウルトラマンブレイザーの物語を彩ります。どうぞご期待ください。それでは本日公開の最新ポスターとともに、マスコミの皆様によるフォトセッションを行いたいと思います。ご登壇の皆様、そしてマスコミの皆様、そしてスタッフの皆様、ご準備の方よろしくお願いいたします。さあ、そしてマスコミの方のフォトセッションが終わりましたら、続いて広報のムービーカメラのセッションを行います。その後、本日ご来場いただいたつぶらやイマジネーション宣伝隊員の皆様のお手持ちのカメラ、スマートフォンでの写真撮影のお時間も設けさせていただきます。皆様、シャッターは切らずにカメラご準備してお待ちください。